ケイタ、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 戸崎、戸崎ケイタ、ケイタ、お前マジで何やってんだよ。は？ケイタ、この前の東海ステークス、一番人気のオメガギネス、単勝オッズ 2.0 倍の馬を2着に飛ばしてあまたの競馬ファンを白目にさせたな。ケイタ、競馬ゆっくりはオメガギネスの騎乗について、すでに東海ステークスの解雇動画でやっているからもうとやかく言わないけど、ケイタ、戸崎ケイタ、お前、この敗戦はオメガギネスにとってはかなり痛いぞ。おお、確かに。フェブラリーステークスの出走ボーダーには現時点で届いていないみたいだからね。ケイタ、このオメガギネスの敗戦、習得賞金を十分に詰めないことはオメガギネスの将来にめちゃくちゃ関わるのよ。フェブラリーステークスに出走できる会場にね。はぁ、どういうことなの？ケイタ、戸崎ケイタ、オメガギネスにとってこの敗戦はマジで罪深いことになるぞ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は競馬事件簿やっていくけど、オメガギネス、マジで戸崎啓太に競争人生潰される可能性があるわよ。はぁ、そんなことないでしょ。言うても重賞2着で習得賞金は入ってくるし、オメガギネス自体、間隔を空けないと使えない馬みたいだし、フェブラリーステークスに出走できないのはマイナスにはならないんじゃないの？うるせえうるせえ、戸崎が悪いんだし、試合場だったアンジェリックを4勝もさせてくれた大和田なる調教師の初重賞制覇のチャンスを台無しにしやがって、戸崎さんよ。去年のフェブラリーステークスでは視線でネギシステークスを一緒に勝ったレモンポップを参戦の行き違いはあったけど手放して、同じく視線だったドライスタウトで4着、結果レモンポップは坂井流星で勝って、秋には坂井流星が視線になって南部ハイトチャンピオンズカップを勝って、2023年度の最優秀ダート馬に。ケイタ、お前悔しくないのか？それはさすがに言い過ぎよ。それに去年の武蔵野ステークスではこれもレモンポップのように選べる状況じゃなかったけど、オメガギネスとバッティングしたドライスタウトを降板し、横山武史で武蔵野ステークス語れるし、まあ、そのドライスタウトはそれから横山武史にスイッチした結果、追い切りで横山武史が乗って故障しちゃったし、ケイタさぁ、お前一体どうなってんだよ。チャンス見送り人かお前は。結局オメガギネスはレースの疲れが抜けないから武蔵野ステークス回避しちゃうし、もう踏んだり蹴ったりね。戸崎啓太、そんな視線だった馬を降りて犠牲にして選んだ色々な人の思い入れのあったオメガギネスを一番人気で東海ステークスぶっ飛ばすなんて、一体どんな気持ちで飛ばしたんだよ啓太。おう、止まんねえよ。しかもよう、今年の明け4歳馬のダート馬はマジで賞金積まないとこれから積む特殊状況なんだぞ。ケイタ、お前それ分かっていてオメガギネス飛ばしたのか？どういうことなの？2024年からダート路線の抜本的改革という名のもとに新3歳ダート3冠路線が整備されているんだけどさ、それによって小馬路線も若干変更を受けているし、中央競馬も先んじてダートのリステッド競争をガンガン増やしているわ。確かにね。昔はダートの番組は全然なかったのに、今では毎週のようにダートオープンのレースが組まれているわね。これ、ネットで拾った現時点でのフェブラリーステークスの出走ボーダーのリストなんだけど、まあ、芝馬が紛れてるのはしょうがないとは思うけどさ、賞金上位の馬には重賞を勝っていない。ダートリステッドの勝ち数で賞金上位の馬が出走枠を埋めているのよね。ヘリオス、タガノビューティー、ペプチドナイルね。もちろんこれらの馬が重賞を勝っていなくても G1 や重賞で2着に入り、リステッドでの勝ちで賞金を積んで正当な形で出走を希望しているのはわかるんだけどさ、ダートって昔から、足元に優しいし、守護馬需要もあんまりないから高齢馬が現役に残りやすくて、若い実力のある上がり馬が賞金を積んできた高齢馬に出走枠を取られて出世ができなかったり、出世が遅れた
っていうのって結構あったじゃない。昔は中央のダートの番組が少なかったからより熾烈な争いになった挙句に出走ボーダーの問題が出てきていたけど、今はダートの番組がありすぎるために出走ボーダーが上がるという新しい原因でこうなってしまったわけね。正直さ、前哨戦で構想したオメガギネスがフェブラリーステークスに出れないのはおかしいし、都ステークスでとんでもない競馬した重賞馬のセラフィックコールが出れないのもおかしいと思うわ。ダートのオープンの拡充はダート競馬を盛り上げるためにやってることだからね。試行錯誤ってことなのかしらね。これは競馬ゆっくりが思ってることなんだけど、今は高級制度がなくなって、条件戦が勝ち抜け制になって、条件戦のレベルが下がり、相対的にオープン全体のレベル低下を招いたわけよ。それで JRA 的には条件戦をスリム化し、オープン以上のレースの数を増やして、より上位のレースを提供したいっていう流れなんだけど、つまり JRA はピラミッドの頂点であるオープンの頭数を意図的に増やしているってわけね。そういうことだから、オープンの中でもオープンに慣れただけの馬、リステッドクラスの馬、JRA 重賞や地方交流重賞で勝負になる馬、G1 で勝負になる馬という感じで見えないけど階層化している。でも、定量戦やバレー重量で行われるレース、G1 やそれに準ずる JRA 重賞や地方交流重賞で勝負になるなら、JRA にいる意味あるけど、収得賞金額で金量が決まる別定戦やハンデ戦しかない G3 やリステッドレベルの馬は、そのうち歯が立たなくなって、今までのように地方競馬に移籍するでしょ？そうね。競馬ゆっくりの獅子合馬、ミステリオーソもオープンでは歯が立たなくて、今は兵庫で輝いているからね。おお。まだ、JRA から地方競馬への現役馬のトリクルダウンが加速していないわけね。そして、現代競馬がきちんと馬をレースに向けて仕上げて、レースを調教代わりにしないことの弊害なんだけど、レースのレベルが高すぎて、馬への負担が大きくなった。そのためにレース数が増えても馬が連戦に対応できない。またレベルが高い領域でレースが行われるから、よりコース適性や馬場適性が勝敗を分ける要素になっていく。オープンの中でも階層化しているわけだからね。JRA はオープン馬については出走奨励金の減額や特別出走手当の減額の対象にはならないからな。そういうことなのよね。階層はリステッドに出走しまくって稼ぐことができるし、リステッドで勝負になる馬も適正次第では上のクラスでも勝負になるし、地方にわざわざ移籍しなくても JRA で十分稼ぐことができる。つまり、ダートのオープン馬が引退も移籍もせずに収得賞金を積んで詰まりやすい状態がすでに出来上がってるわけね。それもまだダートオープンが拡充して月日が浅いから、どこまでこの層が膨らんでいくかわからない。そういうこと。多分このような流れになることは JRA も馬産地に通達はしていると思うから。だからこそ明け4歳世代はデルマ外掛けやミックファイア、ヤマニンウルス、オメガギネス、エンペラーワーケアなどのダートで話題になる馬が多いのは偶然ではないはずだ。ただ、この世代、マジで不遇な世代。人間で言うと就職氷河期世代なんだよね。はぁ、どういうことなの？だってさ、上の世代はダートのリステッドが拡充しまくって、いつ引退解析するかわからない実力の中途半端な馬が習得賞金を下手に持っていて、氷河期世代の出たいレースに出れないっていう今年のフェブラリーステークスのようなことが起こるしさ、さらにさ、下の世代からの突き上げもあるわけよ。どういうことなの？だってさ、地方交流重賞の抜本的改革は小馬路線についてはレースの開催時期の変動はあれど、そんなにレースの数が変わるわけじゃないけど、3歳ダート路線はとんでもなく変わるわけよ。ジャパンダートダービーしかなかった3歳限定 G1 が羽田杯、東京ダービー、ジャパンダートクラシックの3つに増えるし、さらに G1 以外の新設の交流重賞はブルーバードカップ、雲取賞、京浜杯、北海道スプリントカップ、小塚田賞、マリーンカップと一気に増えるわけ。必ずしも JRA の馬が勝つわけではないけど、
この世代限定戦の習得賞金ブーストを受けた下の世代と習得賞金比べして出走枠を得ないといけないのが氷河期世代なわけよ。これは、さすがに厳しいですよ。だから、なんでケイタ。戸崎ケイタはオメガギネスを勝たせなかったのよ。ここで勝たないと、2024年の秋から大変なことになるのよ。オメガギネスは間隔空けないと使えないんならなおさらね。人間もそうだけど、馬も生まれた世代で格差があるわけね。だから、このオメガギネスの東海ステークスの敗戦は罪深いのよ。オメガギネスを選んでいる視線機種だからこそ、ここでの勝利がオメガギネスの馬勢をかなり変えかねないことに気づいて乗って欲しかったわね。そして、もしかしたらなんだけど、ダート競馬の抜本的な改革をやった上でフェブラリーステークスをどこかに移設していないところを見ると、あえて JRA はサウジカップにフェブラリーステークスをぶつけているのでは？って思うのよね。どういうことなの？この仮説の出発点は2月頭から1月末に開催されていた G1 の川崎記念を4月頭に移設したことから来ているんだけど、確かに、G1 を盛り上げるならわざわざ大阪杯みたいにドバイにぶつけていくような番組を作るのはおかしいわね。そうなのよ。つまりさ、JRA と地方競馬は年末までの JBC もしくは BC からチャンピオンズカップ、東京大賞典を本戦として、フェブラリーステークス、川崎記念は国内の G1 と G1 だけど、防御にしようとしてるんじゃないかしら。つまり、サウジ、ドバイに本戦の一流馬が流出するのはしょうがないけど、その分フェブラリーステークス、川崎記念はあえてサウジとドバイにぶつけて、帝王賞や年末の大一番のため、国内のスターを作るために、という目的なんじゃないのかなと。じゃないと川崎記念がここに行く意味がわからないのよね。確かに南関東4条の開催スケジュールもあるだろうけど、できれば売り上げの上がるゴールデンウィークのエンプレス杯と交換したいもんね。売り上げ的にはさ、この不自然な移設はそういうことなのだろう。ってことね。そういうことね。だからなのよ。JRA や地方競馬はこういう配置で3歳ダート3冠路線の下からの突き上げを緩和させるために、この時期にあえて競合が海外遠征する隙を作っているのに、ここで出世してねっていう番組を作っているのに、なんでケイタお前視線のオメガギネスを上昇気流に乗せてやらなかったんだよ。悲しい。去年は手放した形になったレモンポップがこのローテーションの上昇気流に乗ってダートチャンピオンになっただろ、ケイタ。お前悔しくないのか、ケイタ。おう。もう、オメガギネスが川崎記念に行くかどうかはわからないけど、もし習得賞金で跳ねられちゃったら、本当にこの敗戦はまずいですよ。ダート氷河期世代、明け4歳のこの世代の馬はレースへの出走枠、習得賞金を獲得する労力が他の世代より辛いものがあるからね。ヤマニンウルスも期待されてるけど、あの馬も間隔空けてしか使えないから、結構泣きそうな気がするんだよな。やっぱ、丈夫な馬が一番ね。丈夫だけの馬を一口で持ってみ、外球放置ですよ。おう。やっぱり走って丈夫な馬が最強なわけね。それがなかなかいないから涙が止まらないんだよな。悲しい。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。